丹波市の美術館では世界中の子どもたちに愛されているキャラクター機関車トーマスの展覧会が開かれています。機関車トーマスはイギリスのオードリー牧師が病に苦しむ息子を元気づけようと即興で作った物語が原作で、今では世代を超えて世界中で愛されています。展覧会は原作の汽車の絵本シリーズの出版が75周年になったことを記念し、おととしから全国8カ所で順に開かれていて、兵庫県での開催は今回が初めてです。会場では初公開を含めたおよそ180点の絵本の原画をはじめ、トーマスの走るミニチュアや絵本のワンシーンを再現したジオラマなどが展示され、機関車トーマスの世界を楽しむことができます。ちょうど子どもの頃にトーマスを見ていた若いお父さんお母さんも懐かしい気分になれるかと思いますので、ご家族揃ってご来館いただけましたら嬉しく思います。展覧会は丹波市の上野記念美術館で来月24日まで開かれています。